ワーワー山脈は、アメリカ合衆国ユタ州中西部、ビーバー軍とミラード軍に南北にまたがる山脈、ベースンレンジの一部をなす。西は、パイン強国、東は、ワーワー強国、南は、エスカランテ砂漠に囲まれ、北側で、コンフュージョン山脈に合流する。ユタ州道21号線が、標高約6500フィートのワーワー峠を横切り、 山脈を二分している。山脈の標高は、麓の六千フィートから九千三百九十三フィートまで上がる。ワーわーという名は、山脈の東斜面にあるワー。わー泉に由来する。原理は、良い、澄んだ水であると伝えられている。ワーわー山脈のほぼ全域を管理している。土地管理局は、山脈の北部と中部に二つの自然研究区を設置している。 北は和自然研究区。背景はクリスタルボン。ワーワー山脈では、新源世代から古世代の堆積岩の上に、東側斜面では、第三期の火山岩が被さっている。山脈の南の端には、連続した少女断層が堆積岩層に見られる。希少なレッドベリルが、商業採掘されている産地として有名である。 おそらく、ワーワー山脈で最も有名な地質的特徴は、山脈の北側、コンフュージョン山脈との間の峠に近い、クリスタルボンである。この峰は、古代三季に形成された、流門岩や、凝灰岩が風化した残部で、豊富な二重集炭水晶が見つかる。ワーワー山脈は3000万年前に、破局噴火が発生した地で、その際に5900立方キロメートル以上の、 紛失物が排出された。さらなる山脈の地質学的特性については、ヒンチェ・デイビス地図に詳しい。ありがとうございます。